まあ、愛媛で言いますと9チームが勝ち点差4の中で戦っているという残留争い、ご覧のようにしっかりとつないでいけるチームでもあります。さあ左サイドのエジガルの奥は名倉が走っていましたが、その後です澤田が入れ替わって低いボール、最後上中が詰めた。先制は長崎、手元の時計で4分、絶好調上中はこれが2試合連続です。右サイドの澤田が落ち着いて折り返し、33番19歳の上中が詰めました。まあ、ここでですよね、まず一気に持っていかれたということとゴール前のところですよね。ニアにエジカルが入っていることによって空いたスペースに上中がしっかりと入ってくる、まあ、こういう形がしっかり取れてますよね。早い時間で長崎が先制しています。まあ、ここもねサードよく見て、2列目の選手ですよね。で裏走られました、いいボールです。そして名倉が追いついた、ダイレクトに入れるエジガル、残して回をせざるエジガル、広げてマイクマン、マイクマンのシュート、枠の左でした。完全に崩しましたけどね。でこれに対して誰も出なかったですね、愛媛の選手たち。これ川村が慌てて出ていった、でそこ見ながら逆サイドですよね。予測する力っていうのは高いですよね。これも縦のパスだ、上中からエジガル、エジガルだ、このツートップの素晴らしいプレーだったですね今、はい、このパスに対して今見ましたよね、スッとそこでスルーが入って完全に、あここはカイオセザール、そして前線につなぐエジガルジュニオ、そして澤田さあ進出開始、右には名倉、左にはエジガルジュニオ、澤田がエジガルジュニオを選択した、ゴールキーパー岡本ナイスセーブ。さあ進出開始、運んでいく名倉、ワンタッチ裏に出した、この後は名倉のシュート、まだある、名倉のヘディングはゴールに吸い込まれた、2点目、大きな大きな2点目が入りました、ビファーレン長崎。最後は名倉が決めました。まずこのドリブルが良かったですよね、はい、まあ、これもねヘディングちょっと上に上げて、マイクマのドリブルからですよね、はい、でここは本当に落ち着いて冷静にコース狙いながらちょっと上に上げながらですよね。